部屋も汚いし。いや、部屋今めっちゃ綺麗だから。ちなみに部屋俺ありえんぐらい汚いよ。いや、だるまさん勝負する？ちなみにガチでやばいよ。テレビ出れるぐらいだから。あ、ちなみにね、言っとくけど、うん、俺も椅子ちょっと動かしただけでゴミの音するよ。マジで、なんか、やっぱ似てるんだな、だるまさん2人。前世かなんかで、ね、兄弟だった気する。かもしれん。かもしれん。結構似てるよね。このパソコンのある部屋からね、トイレ行ってきますってね、トイレ行くときね、ゴミの山を一回またがなあかんから。いや、わかる。だからうちミュートにしてるもん、ね、みんながうるさいから。わかるわかる、そうなんよね。うわ、絶対部屋汚くてさって言われるからミュートにすんねん、わかる。綺麗なときだけそのまま行く。わかる。いや、わかるわ、それ。絶対うちら前世兄弟だったよ。うん、で、俺ね、ちゃんとね、何？垂直に立ってね、まっすぐ歩きやんかな、家。普通に。わかる。段ボールとかがね、邪魔すぎてね、もう横カニ歩きとか必要やから、俺トイレ行くまでの道のり。うちドア開かないもん、全開に。あ、わかる。体が通るギリギリぐらいを開けてトイレ行ってる。え、てか、なんなら俺開くドアの方が少ねえ。いや、わかる。マジでそれシュッて通ってる。だ、これ。そうね。で、なんか片付けした時にさ、ドア全開に開いた時びっくりする時あるもんなって。うち今のよ。今うちめちゃくちゃ部屋綺麗にしたんだけどさ、それでも誰か癖でギリギリまでしか開けないで通ってる。あ、やっぱり。うん、わかるわ。綺麗な環境に慣れてない。なんかストッパーみたいなの存在すると思ってるからな、ドアは。いや、わかる。そうなんよ。ガンって当たる、どっかガン。どうしよう。うわ、これすごいな、似てるな、これすげえ似てる。兄弟説出てきたな。うん、血分けてる説全然ある。嫌な兄弟だな。どうしたん、レイドさん、そんな。いや、ついてこれてないよ。連れてこれてないね。まあいいよ、俺は。でも俺も、比較的汚い方ではあるんよ。ああ、なるほどね。そう。うん。でも、どのレベルかによるよね、やっぱ。まあ、結構ついてこれるレベルかってとこよ。ね、高みまで来てほしい。ついてはいけない。まだ浅いかもね。うーん。じゃあ多分どちらかというと汚いのレベルがゴミ屋敷に近い方だから。あ、そうね。そうだよね。うん、そうそうそう。ちょっと散らかっちゃったとかじゃないレベルが。いやだな。でも俺ね、常識。ちなみにあれだよね。パソコンのある部屋だけズバ抜けて汚くて、他別にそんなことね。え？あ、それだけちょっと違うわ。全然汚いうち部屋。あ、全体的に？うん。あ、全体的に墓。一回自分のパソコンがある部屋に入りきれなくなったものを寝室に入れてる。あ、なるほどね。そうで、寝室が限界になったら綺麗にしてる。あ、なるほどね。そうね、うん、倉庫みたいにしちゃってるんや、寝室。あ、倉庫、倉庫、寝室。倉庫みたいにしちゃってるんや。そうだね。なんか急にすごい手パッて離された気分なんだけど。いや、なんかどうしよう、この寂しさは。あ、よかった。なるほどね、倉庫かと思う。一ノセルファは部屋汚いなんかレベルが俺の中でマックスの存在としてやっぱ君臨してたから、それに並ぶ人間が突然現れてくると、ちょっと俺の常識が揺らいじゃうというか。やっぱ猫飼ってるから、このパソコンのある部屋には猫は入れないようにしてるから。はい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 。じゃあ猫がなかったら、いなかったらもうやばい。なるほどね。あ、じゃあ逆ちなみに、うん、でもある程度猫に関係ないところが汚かったりする。あの台所からね、あの俺メロンの草が生えてきたことがあって。うちそれだるまさんのツイート見たことあるわ。めちゃくちゃさ、なんかいいねついてなかった？そうそうそう、あのね、あの普通に流れてきたわ。いや、パッて見たら流し、なんかおんねん、草が、目が生えてんねん。なんやろと思ってパッて開けてみたら、メロンの種から生えてきてて、え、面白いなと思ってツイートしたら、ね、万里ツイート超えたっていう。それだからか。バズった。めっちゃ見たことあるわ。メロンの種バズるで、これ。台所使えるのすごいね。使えるのとか使おうとするのが。うちもはや台所は絶対使わないようにしてたもん、一人暮らししてた時も。逆にね。え、それ逆にすごくない？え、だって台所なんか自分の生活スペースに入ってくると大変なことになると思ったから。いや、やばいよ本当に。台所使い始めたらやばいから手つけなかった。偉いな、でも逆に偉いな。自制してた。
怖えな、世界って広いんだな。うん、いや、そんな傍観者みたいな感想。いや、俺も汚い方だと思ってたんだけどな。どんぐらい？まあ、でもペットボトルとかは散らばってるからの。ああ、そう。ペットボトルまだ綺麗よね。うん。でも、でも俺もね、綺麗なゴミしかないよ、ちなみに。ってこと？ゴミの中でもさ、うん、あ、生ゴミとかじゃなくてみたいな、ね。汁が残ってるカップ麺の器とかさ。ああ、やばいね。あ、ごめん。うちはそっちのタイプだから。ああ、これあれや。こんなこと言うのもなんやけど、部屋臭いかもしれんだじゃん。誰の話してる？一ノ瀬さん。うちね、いや、野瀬の部屋臭いよ。うちなんかね、2週間前に食べたカップラーメンの汁をひっくり返すっていう事件2回起こしてる。やーばー、本当にやだ、地獄やん。